スナップオンのショートメガネレンチ XSM シリーズ、8から14ミリの3本を使っています。10度のオフセット、手のひらサイズのメガネレンチで好きな道具の一つです。一時ネジの軸力管理のためにネジ山部分にアンチ付け塗るのにハマってまして、まあすげえ昔なんですけど、その時よく使ってました。トルク落として締めるのにこのレンチの長さがちょうどよく使いやすかったんです。サイズはこんな感じ。 8mm で 110mm、 14mm でも 140mm ほど。バイク整備で使う場合、 12mm 以上はこのサイズですとさすがにトルク足りないと感じますが、短い全長からハンドリングは素晴らしいですね。扱いはしやすいです。表面は磨きの仕上げ、ブランドから来るイメージもあるでしょうが、スナップオンのメッキは好きです。手に張り付くというのか、そんな手なじみで、それから見た目もいいですね。メガネ部分はフランクドライブ、面接触形状となっています。リングの外径は一般的なサイズです。全長短いのでもう少し小さいかと思いましたが、コンビレンチなんかとあまり変わりません。座繰りも少々取られます。舐めないことを目的とした面接触の形状は、スナップオンのこれが元祖とされていますね。私はこの辺あまり詳しくないのですが、時代的にはアメリカの工具メーカーユーティカやボニー、まあどちらもケルシーヘイズという自動車部品作っていた企業の傘下ですが、そちらの方が先に面接触、山がラウンドした形状を出したとも聞きます。まあとにかく宣伝がうまかったのか、その機能が優れていたのか、有名になったのはスナップオンのフランクドライブでした。ネジに当ててみてタイトな感じはないです。やはりそこは面接触。しかし使っていて舐めやすいなんてことは全くないです。座繰りは普通に取られますので、倒れは若干感じることはありますが、外れそうとか怖さはないですね。舐めやすい印象はありません。この面接触というものをスタンダードまで押し上げたスナップオンのやったことというのは、やはりすごい功績なんだろうなと感じます。サイズが短いので主には締め作業に使います。体重をかけないようにしてギュッと締め付けて 8×10 のサイズで6ニュートンくらい、そこから力んで8ニュートンほど、体重をかけなければ10ニュートンくらいが限界と感覚的に締め付けトルクが分かりやすく、また短い全長からレバレッジはかかりませんので、締め付けトルクの振れ幅も小さめ、好んで使ってきました。ネジを締めるという感覚を意識させてくれた道具として特別な思いを持っているアイテムです。ただ時代の変化というのか、最近は手軽に締め付けトルクを管理できる道具が増えましたから、このレンチもあまり手に取らなくなりました。緩めに使うにしても、まあ、このサイズでも結構いけるのですが、25ニュートンくらいまでなら難なく緩みますが、長さはないですからやはり疲れます。昔は嫌っていたギアラチェットなんかを使うことも多くなりまして、あとはスイベル系の工具も便利ですから、このレンチ常備はしなくなりました。手の届かない箇所のボルトを押さえたいときはこっちのトネさんのストレートを使うことが多いです。この2つわずかなオフセットの違いですが、明確に使用感は異なると感じてまして、ストレートは逆に普段使いにはあまり使っていません。スナップオンのショートメガネ XSM シリーズ、好きな道具なので今でもたまに持って行って使っています。スティッフな芯のある使い心地はやはりいいっすね。ただ自分の使い方ですと、お伝えした通り活躍の場は減りました。なるべくいいとこ出したいのですが、好き以外の感想がちょっと出てこないっすね。そんなんで紹介するのか最初は迷いましたが、同じように好きになってくれる方もいるのではと思い動画にしてみました。雰囲気のある道具に思います。これからも大切にしていきたいですね。皆様のお気に入り工具は何ですか？コメント欄にてぜひ教えてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。